おはようございます。私は成長年本部講師の大熊健二です。今回から5回にわたって放送を担当させていただきます。第1回目の本日は、谷口正信成長年総裁の著書、日々の祈り、神、自然、人間の大腸を祈るをテキストに、愛と感謝の生活というテーマで話をさせていただきます。 私は現在、山梨県北杜市にある清長内江国際本部森の中のオフィスに勤務しています。東京から移り住んで4年になりますが、私たち人間は自然なくしては生きられないことを、ここでの日々の生活を通して実感しています。ここで本日のテキストに収録されている、神の無限生命を我が家に感じる祈りの 78から79ページを引用します神様、私は鳥や動物の愛らしさ、俊敏さ、美しさを心に強く感じます。彼らと共に地上に生きることに荘厳な意義を感じます。彼らはそれぞれ人間の及ばない美点を備え、私に神様の無限の命と知恵がそこにあることを教えてくれます。 人間の発明した技術の多くは、鳥の飛翔、ミノムシの衣、コウモリの超音波、虫の根、魚の遊泳など、彼らの美点から学んだものです。それは結局、神様の知恵と命から学んだことです。私は彼らを通して、神様の知恵と命を学び、今、人間の技術として実現した、 航空機、冷暖房、音波探知機、楽器、船舶などを使うとき、神様の命を我が家に強く感じます。彼らの無駄のない形態や機能、色の変化や組み合わせ、匂いの役割、そして修正や仕草、表情に、神様の命の無限の展開を感じるとともに、それに感動する私の中に、 神様の命が溢れていることに気づきます。動物と人間とが同じ神様の知恵で結ばれていることを心に思い、感謝を捧げます。引用を終わります。日々の生活の中で野生動物との出会いがしばしばあります。例えば先日、夕方に自家用車を走らせていると、突然、10メートルほど先の車道に、 タヌキが飛び出してきました。あまりに急なことで引いてしまいそうになったのですが、私は対向車と後続車に注意しながら、なんとか速度を落とし引かずに済みました。タヌキが飛び出した距離がもう少し近くなったら、速度を落とすことができずにその命を奪っていたと思います。東京に住んでいた頃の私なら、 そもそも野生動物に出会うことすら珍しく、車道に野生動物が現れる方がいけない。もしも車で引いてしまったとしても、急に出てきた狸の方が悪いと、人間に都合の良い考え方で理解したことと思います。けれどもその時の私は、元はといえば狸をはじめ野生動物の生息地に、 人間の都合で車道を引いてそこを走っているのだから、動物たちが急に出てくることもあるわけで、人間の方が十分に注意してあげないといけないな、と考えを改めました。交通事故で命が奪われかかったことに全く気づかずに、森の中へ再び戻っていったその時の狸を見送りながら、私は命を奪わずに本当に良かったと思い、 安堵すると同時にそのタヌキに対して「タヌキさん神様から与えられた命を力いっぱい精一杯に来てくださいね」というタヌキを愛おしく思う気持ちがわいてきましたそしてしばらくしてから私はさっきのタヌキは私に思いやりの気持ちを引き出してくれたのだなぁと感じましたそしてそのタヌキとの一瞬の出会いに感謝しました このように野生動物とのちょっとした突然の出会いからも自然と人間の命は一つに結ばれつながっていて自然は人間にとってかけがえのない大切な存在であることを私たちに教えてくれているのですねここで本日のテキストに収録されている神の無限生命を我が家に感じる祈りの74から76ページを一部省略して 引用します神様、私はあなたの生命に生かされている神の子です。私の内部には今、あなたの命の泉がコン,コンと湧き出しています。神様の命がここにあり、神様の知恵がここに働き、神様の愛によって今、守られていることを私は感じます。神様は私だけでなく、 他の六十億を超える人々の命も、さらに圧倒的な数の動植物や菌類の生命も、その同じ知恵と愛と力によって生かされています。神様のこの御心を思うとき、私は全ての人々と生物と環境全体が、神様の無限の命によって深く結ばれ、輝いていることを感じます。引用を終わります。 このような自然の恵みに気づくことは、大自然の中の生活でなければならないとは限らず、都会の中でも十分気づくことはできます。私は、平成23年まで、東京都調布市にある、成長年本部連成道場に勤務していました。そこでは毎月、連成会が開催されています。連成会とは、合宿して成長年の推しを学び、 実践するつぞいのことです。ここで、10代の青年 T 君がある夏の練成会に参加して輝く太陽に触れたときに自分が神に生かされた素晴らしい存在であることに気づいた体験を紹介します。その日の堅牢は畑作業でした。堅牢とは練成会で行われている労働奉仕のことです。 彼は、練成会の大勢の参加者とともに、クワを振りながら、ありがとうございます、ありがとうございますという感謝の言葉とともに、一心不乱に作業をしていました。なぜ、ありがとうございますと声に出しながら作業をするかというと、成長の家では、人間は肉体的存在ではなく、肉体の奥に、 尊い神の命を宿す神の子であると考えるので、その神の子の生命を礼拝するという意味で、ありがとうございますと声に出すのです。彼はどれくらい時間がたった頃か、喉が渇いたので水を飲もうと思い、畑のそばにある水道の蛇口を思いっきりひねったのでした。そして水を出したときに、 輝く夏の太陽の光線が、その流れている水に反射して、キラキラっと光ったのです。彼はそれを見て、思わず、なんて綺麗なのだろう、と感じたそうです。今まで見慣れていたはずの水道の水と反射する太陽の光が、自分の命を生かしてくれている存在にも感じられて、本当に綺麗に輝いて見えたそうです。 その輝く光が、まるで神様の命の輝きと表現したくなるほど素晴らしく思われたというのです。今まで神様とか仏様とか全く考えたこともなかった彼だったのですが、この時初めて自分の命を育む神様、仏様の命の存在を感じて、心から 感動したそうです。私はそのことを彼から聞いたときに、T 君は本当に素晴らしいな、と感動しました。ありがとうございます、と感謝の言葉を唱えながら、一生懸命に畑を耕していたら、次第に心が無我になり、それまでの心の悩みや迷う気持ちがなくなってしまって、本来の彼の本質である、 神の子の命が現れてきたのだと思いました。t 君にとってありがとうございますという感謝の言葉は、彼自身の素晴らしい神の子の命の自覚を促すための誘い水のようなものであったのですね。成長の家では私たち人間は素晴らしい神の子であるトトと督とともに、昭和5年の立教当初から、 大自然の恩恵に感謝し山も川も草も木も鉱物もエネルギーも全て神の命仏の命のあらわれであると拝む生活を進めていますが若さいっぱいの T 君も輝く太陽の光が降り注ぐ中で行った畑作業を通して自分は大自然に生かされた素晴らしい存在であることに 気づいたのですね。さて、今から10年ほど前の話です。群馬県にある親戚のお宅に挨拶に行ったとき、近くの田んぼの側溝に交通事故にあったオスネコが薄くまっているのを見つけました。よく見ると、上半身は大丈夫でしたが、下半身は動かない様子でした。私は掘ってはおけず、動物病院で見てもらいました。 動物病院の先生によると手術はとても難しく成功したとしても下半身の方は良くならずうんちやおしっこは垂れ流しになる可能性がありますその時は車椅子が必要となるでしょうという見立てでした当時住んでいた成長年の職員寮では動物を飼うことのできない規則になっていましたので 私が引き取り飼うことは許されない状況でした。けれども、車椅子状態になった猫を飼ってくださる方が、すぐに見つかるとは考えられませんでした。そして、うんちやおしっこが垂れ流しの猫を一体誰が飼うのかと思い、動物病院の先生に詳しい話をお聞きする中で、それでは安楽死も選択肢に入るのでしょうかと、 お聞きしたその瞬間のことでした。それまで力いっぱい、にゃー、にゃーと泣いていた声がピタッと止まったのです。さらに目の輝きも一瞬のうちにうせて、まるで目にカーテンがかかったかのように曇ってしまい、そして置物のように全く動かなくなってしまったのです。その時の様子は私にはそれまで、生きるぞ 生きるぞと生きる気を持って泣いていた猫が、私と先生の会話を聞いて、自分の命はここで終わりなんだと、はっきり分かったとしか思えないものでした。人間の言葉は通じなくても、先生と私の話の内容を直感で知ったとしか思えない様子でした。そのように感じた私は、その猫の命を絶つことはできませんでしたので、 すぐに、後のことは私が何とかしますので、とにかく手術してください、とお願いしました。それから3日後、体力の回復を待ってからの手術となりました。手術中、何度ももうダメかなという時があったそうですが、猫は持ちこたえて無事に手術は成功しました。ここで本日のテキストに収録されている、神の愛に感謝する祈りの 10から11ページを引用します。神様、私は今あなたの実在を如実に感じます。地球の生命を感じ、太陽の愛を感じ、宇宙の生かす力を感じます。私の肉体は物質ではなく、あなたの愛です。あなたの知恵です。あなたの命です。私を取り巻くすべての人々は皆、 私と同じ神の子ですから、神様の愛です、知恵です、命です。私の周囲のすべての生き物は、神様の愛と、知恵と命の権限です。私の生きる環境は、地球は、宇宙は、すべて神の命の表現であります。それを知り、意識し、理解し、 愛することができるから、人間は神のこと言われるのです。神様、私は今、人間誕生の意義の荘厳さを感じます。意識し、知恵を持ち、広大な愛の心を持った生命こそ、私たち人間です。引用を終わります。当時住んでいた東京に戻った私たち夫婦は、 手術の時間に合わせて、その猫の手術が無事に成功するようにとの願いを込めてお祈りをいたしましたが、この祈りの言葉にあるように、この猫が神様の命の現れであって、その命を拝ませていただく気持ちで祈らせていただきました。後日、動物病院へ見舞いに行きますと、カゴに入れられていて、名札には、 私の名字を取って、大熊野良と名前が書かれていました。それまで私は猫が好きというほどではありませんでした。けれども、こうなると可愛いものです。名前が野良ではかわいそうだという気持ちが起こり、先生へお願いして、大熊ラに直してもらいました。結局この猫は手術の結果が良好で、排便も普通にでき、 車椅子の必要はありませんでした。そして話し合いの結果、病院の先生が引き取ってくださることになり、今でも元気に病院の中を走り回っているそうです。私はこの猫とのささやかな関わり合いの体験から、小さな生命も神様の生命のあらわであること、小さくても生命は大切であること、 一つ一つの生命を拝ませていただくことは、神様の生命を拝ませていただくことだということを学びました。そして、自分を活かす周囲の生物への感謝の気持ちが大切なことを強く感じました。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。